であのちょっとこの2022年去年のリーグ戦のことを少しだけちょっと振り返ろうかなと思うんですけども、はい、関西大学、6勝1敗ということで2位ということだったんですけども、まあ、個人で言えば、ベストイレブンにも選ばれてますし個人攻撃賞やったかな、はい、うん、にも選ばれてということですごい活躍を見せました。でレセプションもファーズもトップで32回、はい、であのヤード数がちょっとこれダントツ群を抜いてるんでこれ数字間違えてるのかなと思うぐらい702ヤードなんで、タッチダウン6つ 21.9 アブレージ、すごい成績でしたけどいかがですかこう振り返って。やっぱ試合の後とかは結構満足してたりしたんですけど、今思えば、うん、そのハイライトとか作ってみて自分の別にそんななんか大したアメリカのプレー集とかで見るプレーとかよりは全然すごくて、なんかもっとできたやろうなとか、うん、そのここ倒れず走り切ったり独走をもっと増やしたかったりとかいう思いが多くて、でそんなに自分としては満足した、うん、まあ満足はして、まあ、できてるんですけど、うん、まあ、自分の思い描いてるようなプレーはできてなかったんで、うん、まあ、結果は良かったんですけど、まあ、プレーの質としては全然低いかなと思うんで、ほう、そこはまあ来年からとえぐいこいつやばいみたいな言われるようなプレーをしたいです。でも2022年も結構やばいって結構言われてました、あちこちでなんか聞きましたけど、やっぱすげえなーみたいな。でもこう今お話聞いてるとやっぱその基準というか個人の基準というのをなんかすごく上げて、例えばもう本場の NFL とかNCAA のトップ選手たちと自分を比べてそこのギャップがあってはそれを埋めていかないといけないんだっていう意識に聞こえたんですけど、どうですか。そうですね、自分は、うん、まあ、アメリカでやりたいんで、ほう、その、まあ、多分少しもう時間もう時間ないんで、うん、まあ、無駄にしたくないなと思ってるんで、それは結構何が違うかなとかはずっと考えてます。じゃあ自分がもう NFL でやりたいと。いや、まあそこまでは考えてないですけど、あ、そうそうそう、アメリカ行って僕の大学で出たいんで。お、 NCAA で、はい、おー、そうなんですね。じゃあ途中でトランスファーするとか。いや、まあそれはこっち卒業してからもう一回アメリカ大学入ってとかなんか考えてるんですか。いや、まだわかんない、あんま言わん。ああ、まあそうですね、うんうんうん、でもそういう思いはあると、気持ちはあると。はあ、なるほど。だからやっぱりそういう向こうでもできる、これぐらいできないとダメだっていう意識が強いってことですね。なるほど、もう立派な成績だと思いますけども、でどうですかそのチームとしてはね、久しぶりに立命に勝ってで感覚に10対17か、僕も見に行きましたけども敗れてしまったと、まあ、ここ勝てればもう当然優勝していると。でパスキャッチもしました、完全で、同点だったかなあれ。こうカンカン戦というのはどうでした、今振り返ってもすごく悔しさしか残らないのかなと。あのやっぱ網やったんで、うん、それがまず一番うざくて、はいはいはい、もうそれやって人も入らんし、それなりに入ってるんですけど、うん、まあ、もっと来ると全社対決なんで、うん、まあ、もっと来てるわけです、うんうんうん、でボールも多分ケイダのタッチも多分ちょっと分かって、 そうやね、そこは自分的に結構嫌なポイントで、うん、まあ、プレーとしては、うん、まあ、多分これも何回も言ってるんですけど、その後半疲れて負けてしまったりとか相手が多くなってたんで、うん、まあ、そういう部分では、まあそこで自分がその元気な状況だと絶対取れてた部分とかも、うん、勝ってた部分とかも絶対あったんで、そこはすごく悔しいです。うん、でね、あの、まあ、タッチダウンパスを決めた時にも、あれ確か、まあ、ゴールラインのちょっと手前だったのね、はい、キャッチしたのは。で、あれ右足をちょっと入れてというふうに見えたんだけど、あそこよくこう伸びたなというか、だからそういうプレーでしたよね。はい、どうでした、あのプレーを振り返ると。多分本来だったら、うん、そのエンドゾーンに体
体入れて、うん、取ってタッチダウンやったとか、うんうんうん、ちょっと短くなって、うん、そう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 、あもうなんていうんですか、もう足入れるというよりかもう体ごと入るみたいな、ほうほうほう、あそういうイメージで、もうすぐ取ったら、うん、っていう感じでやってました。うん、でもだこれだろうと、もうタッチダウンだろうみたいな感じで。いやあそこもよく取ったし、よく入れたなっていう感じなんですよね。ちょっと足りなかったんで、ショートやったんで、いや、すごいなと思ったんですけど、やっぱあの辺もこう、感覚的にも、自分で大体どこで取って、あと少し足りないなっていうのはすぐ分かるもんなんですか。まあ、そうですね、あれはまあ、足りてないかなと思って、うん、あれ、止められたかなと思ったんですけど、あ、そうなんだ。はあ。いや、ラッキーって感じで。あ、なるほど。でもあれ、本当、右足を入れたからね、あれ。で、これになったから。いやすごいな、執念というかやっぱすごいなと思うんですけども、でね、まあ、パスの話出ましたんで、クォーターバック須田選手ということで同じ同級生で、もう須田選手ももう溝口に投げれば大丈夫なんだと、もう信頼を置いている選手なんですけども、どうですかやっぱ須田選手とのこうコンビネーション、まあ、ホットラインというかについてはどう振り返りますか、この1年間というか。結構自分によく投げてくれて、うんうん、もう自分としてはすごくありがたくて、うん、そうっすね、ほんまに津田のおかげでここまで有名になれたのかなってのは思います、うん、やっぱパスの精度とかやっぱ素晴らしいものがある、津田選手。そうっすね、肩の強さであったり、うん、球のスピードであったり、やっぱ相手のディフェンスが触れないような球を振ってくれるんで、うん、すごくやりやすいです。大体こう分かるんだ、小田選手のこうなんとなく感覚でこう、まあ、この辺に来るなみたいな。やっぱかなり肩が強いんで、やっぱこうロングまず70ヤードとか、立命線もなんかなかったっけな、そういうシーン。立命線だったかな。はい、止まった。ああね、やっぱあんな大きな銀取れるっていうのはやっぱ肩の良さないとワイドレシーバーでも取れないからね。あのこうロングパスっていうのは結構キャッチ、今走りながらだからすげえキャッチするの、まあ、難しいんじゃないかなと、まあ、当然あの相手のディフェンスがつくんで、特にマークされてるんで、その辺はどういうふうにこう意識してるんですか、相手のディフェンスのこの争いというか。やっぱ相手のディフェンス意識したら落としてしまうんで、うん、ほうほう、まあ、極力ボールだけ見て相手見ずに取ることだけ考えてます。あ、もちろん全然あんまり気にせずというか、ボールに集中と。おお、そうなんや。どうしてもこう気になる選手もいるじゃないですか。気になったら、うん、落としてしまうんで。おお、なるほどなるほど。で、どうですか、まあね、素晴らしい個人的な成績だったけども、うん、ちょっとまだ納得はいかないというような感じだったんですけども、あえて言うならどうですか、その一番これは良かったなとい こうシーンというか。あります、何か、ここはもう割れながらみたいな。まあ立命線は、うん、そのプレーどうこうっていう感じじゃないですけど、まあ、そのいいタイミングで試合 そのゲームの、うんうんうん、ここで欲しい時とかここでロングゲイン欲しいとかっていう時に、うん、まあ、しっかりそのゲインできたのは結構良かったかなと思います。なるほど。で、やっぱチームを勝ったというところが、ね、3年ぶりやったかな、その前が9年ぶりかなんかで、僕もそれもちょっと取材行って、うん、すごい喜んでたっていうのがあるんですけど、やっぱ立命戦に勝てた、パンサーズに勝てたっていうのは、こうチームとしてもやし、個人的にもやっぱすごく嬉しかった部分もあるんです。去年、うん、あ、その前のシーズン、立命館に1点され、そうそうやね、うん、4年生に対して、うん、なおさら嬉しかったです、ね、うん、やっぱここは戦かなと、はい、優勝するにはと。ああ、なるほど。それも2年生で本当に素晴らしい活躍を見せましたけども、でもね、まあ、今シーズンまた、あ、今シーズンというか、まあ、2023年シーズンが始まるということで、まあ、春にはまたカンカン戦もやるだろうし、まあ、秋で甲子園ボールというところになってくると思いますけども、本当今度は3年生になるんで、ちょっとこう下級生とは違う、また引っ張っていかなあかん立場になると思うんですけども、はい、どうでしょう、こう、まあ、最後にといいますか、今シーズンのこう思いというか、はい、お話しいただください。やっぱりあの2位じゃ多分意味ないんで、うん、その甲子園ボールで、甲子園ボールで勝たないと意味ない、その今までの分は結局無駄になると思ってるんで、
まあ、今シーズンは、まあ、昨シーズン以上 の, そのプレーをして活躍をして自分自身ももっと有名になってチームも自分が勝たせるようなチームにしたいので応援よろしくお願いします、うん、なるほど。でも甲子園ボールは絶対行くと、はい、2009 11年かな9年か神大そこ行って以来ないと、はい、甲子園ボールだとまだお客さん、ね、日本代表戦よりも入りますか。そこでやりたい。やっぱ特別ですか甲子園は。そうですね、やっぱり数か限られた人しか行けないんで、うん、まあ、行きたいですね、うん、なるほど。じゃあ甲子園ボールということで改札に今年もまだ期待したいと思います。今日ですね、関西大学アメリカフットボール部の溝口選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。